じゃん。こんにちは。はい、そう豊さん、はい、ある騒動が一つのルールにつながりました。よかったな。よかったです。身があったね。そうですよ。抗議が。そうです。岡田監督が抗議したあの京田選手の、はい、あのブロックのシチュエーションがあったんですけれども、それによって9月5日からブロッキングベースというものが適用されることになりました。そしてもう適用になりました。はい、ということで、でもこれも心配の判断でしょ。まあ、あの最終的にはそうはなるんですけれども、これはどういうことかというと、野手が向かってくる走者に対してベースを完全に塞いだ場合の判定基準の変更、はい、これまでは故意じゃないと思いふうに判定されればタイミングがセーフでもアウトというふうにされていた。今後は不可抗力であっても完全に塞いだ場合はタイミングを見てセーフとする。これ全部セーフとするじゃなくて、これタイミングを見てという文字がつきました。危険な衝突を禁止するためのコリジョンは本塁に限られ、セカンドコリジョンは併殺阻止を狙う走者の危険なスライディングを防ぐルールだったんですが、今回決まったブロッキングベースは1塁、2塁、3塁の上で適用されるということで、全部の塁でブロッキングベースが適用されることになった。ただ走塁妨害というふうにはできないが、走者の不利益を取り除くということで進塁や帰塁を認めると。で、適用か否かの境界線をセーフのタイミングで送球がそれたことにより不可抗力で完全にベースを塞いだ場合というふうな説明なので、あのなんていうんでしょう、ちょっと曖昧な部分を残してる。結局ルールを作ったとしても、はい、不可抗力じゃなくて、そうですそうなったら取らざるを得ないとか、はい、取らないとか、うん、それはもう審判の見解でしょ。そうなんですよ。だから結局ルールでも何でもなくて、うん、もう隠したら、うん、隠した時点でセーフっていう風にしとかないと、あ、ちょっと曖昧だよね。ちょっとね、これ私も見て思いました。曖昧なんじゃない。いや、ただそのそういうことを言うとさ、うん、まあ、タイミングでブロッキングがあったとしたら、うん、セーフになるって、うん、じゃあこの前のあれ中野だったっけ。いや、違います。あ、違う、上田だ。いや違う、熊谷選手です。あ、熊谷だっけ、はい、あ、そうか、うん、熊谷はあれはセーフだよ。じゃあそうですよね、タイミングで取るんだ。タイミングで取るのは、うんうん、ね、だからそれを曖昧にして帰塁にする場合もあると、アウトにせずに一塁戻って、帰塁は手で入ってくるケースも多いからブロッキングしやすいんだよ。ああ、ではなく、それを、セーフにしない場合でも、例えばアウトにせずに、じゃああなた走者一塁に戻ってもう一回やり直しましょうっていうことになることもあるっていう。戻すの、はい、何のために。ですね、そんな戻すなんかありえるか、お前。これこう読むとそういうことなんですよね。ありえる、はい、割れてるんですよ。関係ないじゃん。そんなギャグ、いや、そういう頭の中じゃなくて、そういうことなんだと思うんですよね。これ例えば曖昧な場合は戻すっていうこと、はい、走塁妨害とはできないんだけれども、走者の不利益を取り除くということで進塁、いわゆるじゃあ二塁 OK だったり、不利益が出た時点で走塁妨害だよ、はい、まあそうですよね、うん、そうなんですよ。だからそれを走塁妨害にしないっていうのは なんでなんですかね。いや、ようわからん、うん、まあやってみなきゃわからないけど。そうですね。だから京田がもうベースに入らなかったらいいんだよ、これが。一緒一緒だから、もうちょっと京田ばっかりだもん、うん、なんか見てると京田選手しか見たことがないというか。いや、そうなんだよ。過去にもね、まだ2、3度、3、4度、まあそこら辺はね、やっぱこういろいろ教え込まれてきてんのかもわからないな、以前ですか、うん、ただその宮本慎也さんが話されてたのは、そのあれは練習不足で絶対にこうあんな風には、まあ、入らないと足が。で、実際に京田選手と話す機会があったので、あれどういうことかって聞いたら、どうしてあそこに足が入ったのって聞いたら、分かりませんっていう風に答えた。まあ分からない、まあ、そうなっちゃったっていうことですね。だから分からないよ、説明ができない、うん、でも、うん、危険を感じるでしょ、やっぱスパイク履いてるし相手は、はい、足でブロッキングするっていうのは相当な覚悟でいってるよ。その覚悟は素晴らしいと思う。ちょっと待って、覚悟もあまりほんわかしく分かってないのかもしれない。まあ、まあそうかも分かんないけどもまあでもそれは取られるということだから、うんうん、今度京田がそういうプレーをまた起こすかどうかにかかってる。そうですよね、うん、もう取られるってなって、うん、それからずっと怒らなかったって言ったら、あれはわざとだったっていうことの証明だから。だから1回ぐらいやらないと。いやいや、じゃないと
汚ねえ野郎って言われるようになるよ。もしくはやばい足が入りそうでもまた言われると思ったらなんかへんてこな体勢にそれでなっちゃうとか、まあまあそういうこともあるだろうけど、そうですね、でも1回ぐらいまた同じようなプレーをしとかないと、うん、いやこれはもう体勢がみたいなそうなっちゃってんですよみたいな足が、うん、だからそれをやんないと、あこれから一回もあれが起きなかったとしたら、うん、同じようなタイミングで、はい、それはおかしいよね、わざとやっぱりそうかみたいなってなっちゃいますもんね、うん、兄弟一生残っちゃう、このルールの名前が兄弟ルール、いや今ねだから言われてるんですよ、兄弟ルールというふうに、まあ、まあいいじゃんな。いやでもあれでその岡田監督がすぐさまあの次の日その審判団の方に抗議を行った、それが異例の速さでシーズン中にこうやってルールに適用されるっていうのもまた珍しいですよね。まあ、そうだね、うん、いやそのぐらいやっぱり物議を醸すようなプレーだったし、うん、はい、まあ、岡田監督の抗議っていうものがやっぱ重心というか中心をついてたんだと思う、うん、そうですね、うん、ただ抗議は認められてないはずなんだけどさ、うん、あんなに抗議をさせたことがコミッショナーの方は問題定義をしないのかなとか、まあいろいろもあるよね、決めてることがですよ、たくさん。そうですね、だからもう抗議はしていいってなればいいのにな。いやそうですよね、こういう場合の抗議はダメでこっちを OK してしまうと、わざわざ下手なこと言うからな、まあ、審判団の方も、いやそんなこと聞いたらアウトセーブをリクエストしてるのに、お前が変なこと言うからお前おかしいことになるだろう、どちらかっちゃったんですね、まあ、あの優しいんだろうね、気を回してくれたんだろうね、まあそうだと思うんですけど、ね、まあ、それも責められないけどさ、はい、でもいい方向に行くといいな。そうですよね、でも本当にシーズン中に異例の速さで決まったっていうことはこれでも一つ大きな動きというか、審判の方たちも早急に決めてくださったということで、まあそうだね、うん、これでやっぱり怪我とかが一つでも少なくなればもう YouTube でも誰かしら上げてたからね、こういうことがあの時だから YouTube も結構貢献してるのかもわからない。ああそうか、ルール岡田監督の味方多かったから、まあそうです ね、 確かに全体的に、うんうん、だからそういう意味では一役買ったか、そうです、ね、だといいんですけれどもね、本当に。でも曖昧なのはねやめた方がいいよ、また問題になるよ、うん、いやこうこうこうやって、また文書の解釈によってさ全然変わるしな。そうなんですよ、ね、だから明確にしといた方が俺はいいと思うんだけど、まあ、明確にできるほどの、まあ、時間がなかったんだろうね、今回もしかするとそうですよね。だからまたシーズンが終わってからどうするのっていうことを決め直してもいいのかなと思いますし、うん、豊さん的にはやっぱりあそこにどんな状況でももう足が入ったり妨害するような形になればそれは走塁妨害って取った方が分かりやすい。分かりやすいよね、うん、まあ、走り手としたらさ、はい、やっぱね怪我させたくないんだよ、怪我させててもいいからセーフになるとか、はい、うん、そしたらもうふくらはぎとか刺す感じになるんだよ、剣で。そうですね、うん、向こう爪とか、はい、それできないじゃない人として、うん、ある瞬間にパッと引くよやっぱ。そうですよね、うん、そうなってくるとアウトセーブの問題じゃなくて、うん、あの相撲の構え手ってあるじゃん。あ、はい、まあ、例えばこうやってこう釣り上げて出そうとしたのが浴びせ倒しみたいになって、うん、はい、上に乗ってる人が手をつくんだよ先に、はい、でも手をついてもこれ構え手って相手を守るために、はい、先に手をついて負けはこう打っちゃってて浴びせ倒しというかこのまま倒れた人 の、 あの負けになるんだよね。そうなんですね。そうそう、だからやっぱかばい手と一緒で、うん、あそこに足が入ったらもうかばい手と一緒でこうもうできないから、うん、だからそれはもうセーフだよ。そうですよね、うん、だそれでいいと思う。うん、そうですね、その方があの明確ですし分かりやすいですよね、揉めずに。だからもうかばい足とあのマイク決まり手は決まり手はかばい足そうかばい強打ルールかばい足に変えばいいんですよ、ね、そうですよね、かばい足ルールみたいな本当そうですね。いやいやそういうことだから、うん、だから本当になんていうの、怪我したらね、うん、どうしようもないし、はい、まあ強打も怪我しようと思ってやってるわけでもないだろうし、うん、で熊谷はやっぱ怪我させちゃいけないと思って遠慮がちだったよね、うん、もう足折ってましたからね、はい、折ってるし上に乗せようとしてたから、うん、そうですよね、そのままスパンと行くのに、うん、
スパッと行ったら今日の話ギャーンになってたから血だらけなね、そうそうそう大惨事になってましたもん、ね、まあでも岡田監督のな、はい、ああいう抗議が実ったということは、はい、まあ良かったね。そうですよね、うん、だからなんかこう今まで結局何もならないけど一応抗議しようだったですけど、あ、じゃあこれは例えば悪質だとかこれはルール化しなきゃいけないっていう時はきちんと抗議するとこういうふうに結果としてなるんだっていうのを一つの例として、でもね認めないんだよ審判が抗議はダメですなんでだろう、ちょっと話をさせてくれと抗議はダメですもうだもう本当硬いんだよ。ほんでヘッドコーチが監督を止めに行こうとしてんだよ、はい、抗議権はありませんとか言われるんだよ、うん、違うわ、止めに行ってるんだよボケあ、なんかあるんですかねやっぱり、いやルールがあるんだよ、で5分以上やったら退場だとかさ、はい、そんなことさ、うん、演出もあってもいいと思うよ抗議とか、そうですよ ね、うん、ねそれはもう怒りをあらわにする、うん、これだけ俺は怒ってんだぞみたいな、うん、そういうアピールがあってもいいと思う、いいですよファンに対してね、うん、だからなんていうのかな、簡素になりつつあるなプロ野球が、まあ、そうですよね、うん、だからまあ抗議がいいとか良くないとかじゃなくて、うん、感情をみんな持ってるから、はい、そこら辺はぶつけ合った方がいいんじゃないのかなと思うよね、うん、で面白いと思うよ、なんかタン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 やってさ、はい、なんかパカ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 やって、うん、歯終わったみたいな、どっち勝ったみたいな、うん、そんなんじゃつまんない、やっぱそこになんかこう遺恨とかさ俺大好きなんだそういうの、遺恨遺恨試合、懐かしい遺恨試合、遺恨試合ありましたよね、遺恨試合、まあ、ありましたありました、だからまあそういうのがね絡んできても面白いんじゃないかなっていうふうにはね、うん、なんかこう話題がある今なんか淡々淡々やって、ね、だ一つ話題とやっぱり野手の登板ですよね、これもルール化、最近は、うん、ルール化した方がいいんじゃないかっていう、メジャーはルール化してるじゃないですか、例えば点差8点以上とか勝ってるところと負けてる方で点差の開きっていうのは違うルールになるんですけど、そうするとまあそのピッチャーを温存するために野手が登板してもいいよっていうルールはメジャーできてるけど、まあ、NPB はないので、例えばこの前大谷はどうなんだ、大谷選手は両方で投手と野手どっちもなので2人登録できるどうなんですかね、投手の時は投手登録、全員登録しとけばいいじゃん、そんなのってちょっと分かんないんですけど、うん、ただその日本はそれがないので結局、まあ、野手で登板してもいいけれども、そこでまた賛否が、あの北村選手ナイスピッチングでしたけど、いやいいんじゃないのそんなの、うん、点差が開いててとか、そりゃいいと思うよ、うん、みんなで野球やってんだからなんか挙手したらしいですね、誰も行かないから、それは目立つもんね、うん、僕行きましょうかって中学校以来だったっていう、140近い球投げてた、はい、139とか投げてたので遅いな。いや今の現代野球からすると、現代野球からすると、まあでもね良かったね、うん。そうですよね。記念になる。ただそこもファンがやっぱ賛否両論あって、いや面白かった、あの点差だったら良かったし、つまらないゲームが北村選手出てきたことによってすごく良かったっていう人もいれば、そのピッチャーをバカにしてるっていう方もいらっしゃったりとか、あ江川さんは反対でした。何が？江川卓さんはダメ。やっぱピッチャーの職業はピッチャーだからって言ってピッチャーを守るために野手がかばってんだからそうそうそう、今までのピッチャーをさ、うん、ないがしろにして、はいね、お前らがしっかりしないから野手が登板してんだよ、結局そうなんですね、そう思うよ、そうですよね、野手の職業って分かってるよそんなことだけどそれをさ、うん、そう言われたんじゃ、うん、投げた北村かわいそうだよ、救われないですよね、なあ自ら手を挙げたんですけど、だこういったことももしかすると今後ルール化というかいうふうになってくるのかな、いいよ何でもルールじゃなくて、うん、監督のその試合に任しときゃいいと思うよ、本来はそうなんですけどねと俺は思うけどねそうですね、はい、まあでもなんかね、何かと今シーズンってまあこういったねブロッキングベースだったりとか、うん、まあ野手の登板だったりとか、なんかちょっとあの本筋から離れたところの何かこうね話題というかもう提供してくださる日本のプロ野球ですけれども、まあね、まあでもみんな一生懸命やってる中で生まれてることだからさ、そうですね、うん、まあねいろいろ、まあ、賛否あるよな、はい、まあ、SNS があるからさ、いろんな言いたいことにそんと言ってくるな、みんな書いてるしな、はい、あまあ一人一人が監督だからね、まあ、そうなんですね、で自分が正しいと思ってるからね確かに、まあ、それはそれで頑張ってくださいそうですね、はい